人それぞれ。何でもいいと。でも、私ね、その強く指導するときに、子供は産んでないけどね、女性ってやっぱり母性っていうのをもともと持っとるやない。ただ、この子の、この人の、例えば、その、母親っていうか、自分がお母さんになって本当に自分のもう大事な子供に何を伝えるかっていうのに置き換えたら、もうすべてシンプルなんよ。自分の子供にしてほしくないことを伝えるとき。ね。これは違うでしょって教えるときさ。会社の都合じゃないっちゃ。子供、お母親が子供に、それは知ること、知しちゃなりませんって、いうことって。ね、おのずと正しいこと言うよね。会社都合じゃない。だけん、私の母性、一等は、私の心の中の灯火は母性愛って決めとと。自分の心の中の母性が、その人を自分の子供に、娘とか息子とかに置き換えて、ね、強く、大事に思っとう人に言う言葉だったら、とか頭に思いついておくことやったら、そのまま言おうと思うわけよ。それが激しい言葉であった。伝わるけん、絶対。で、もう、一遍出して、伝わらんかったら、それはそれでいいやない。私がただ傷つくだけやけん、それに対して。うるさいみたいな、もう去っていかれたりとかさ。ね。でももう、自分は人事を尽くそうと思ったんだ。一遍ね、大学時代に、4年生の時やったじゃん。1年生の後輩からね、4年生が卒業するときに、もらえる、おもし、いい仕事、おいしいバイトがあるじゃん。だけ茶道部の伝統で、結局茶道部の4年生が辞めるときに1年生に声をかけようわけよ、私の友達が。だから私ここ仕事しようけ、そんなないよ、そんなの。でもその友達が何々のバイトどうやって言って、そのどうって言ってから言ったときに、ポーンと断ったわけ、その1年生の子が。だけど私がさ、言葉を選ばん、いや、未だに選ばんけど、もっと選ばんかったときに、あんた自分の人生なんて考えたことって、もっとね、こんないいアルバイトをね、そんな簡単にポーンって、すぐその場で、いや、いいですって断るなんてね、自分の人生どげん考えとんって言ったわけよ。と嫌われてしまってさ、わざわざ電話までかけたって、そのこと。しかも来ない。もしもしって言ったら、何々くん、私、4年の吉住とか言ってからさ、バーってそれ言ったわけよ。嫌われてね。口聞いてもらえんかったじゃん、1年間。で、卒業式の時さ、私振り袖着とった時でさ、その卒業生をこう送るアーチみたいなのがあるんだけど、足引っ掛けてこけさせられたって私。で、こけさせられたけどさ、もうさすがにさ、もう、やっぱこんな、人の世話なんか焼くまいってなったんじゃない、やっぱさすがに。でも、あんまりこう人が変なことしてても、もう別にいいやと思っとったっちゃけど、だんだんやっぱりこう、大事な、やっぱチームを作るっていう時にね、ちょっと思い起こしたと、正岡子規の言葉で。子を養いて教えざるは父の過ちなり。お給料をちゃんと上げとったら、ね、別にどげんしよろうと、社員がどげんしよろうと、スタッフがどげんしよろうと、関係ないじゃなくって、ちゃんと道を教えてやるのも経営者の仕事なのかもしれないと思ったって。で、それを 自分が示そうと思ったの。背中、だって世の中で一番説得力あるのは親の背中やけん。先輩の背中やけん。だけん、時々言葉に出したり、言葉に絵に直したりとかすることは大事かもしれんけど、まずは率先垂範で自分、会より始めるので自分はせないかなって思うようになったったい。で、この喫茶は正しい喫茶で、きっとなんか残るんじゃないかなと思ってね。だけん、私が厳しく言うときは、一等に火がついて、やかましものおっかさんが仲いいよみたいな。ほら、なんか褒めて育てるとかいう時代があったやん。いや、それね、褒めるったってね、うちの叔父は、私ほら、こうやって弁が立つやん。ペラ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 喋るようになるね。顎が動くこと。所詮顎とって。だけ、二宮金次郎の所詮寝言って言わんばかり。顎とって言われよったったね。でも母が亡くなった時に、決算書見せたら、すごいなーって言われたのよ。
だつまり、おじはこの規模でこの数字を叩き出すと、なんかすごいなと思ってくれたんで、だって私、あれわざと褒めてくれ、わざと演出で褒めようっていう感じはなかった。おばも母も、あ、おばもおじも、はぁ、素直やったなって言ってくれたんよ。褒めて育てるってそれやろうね。嬉しかったよ。あ、うん。でもやっぱ褒めるのは大切、うん、大事ですよ。うん。いやでもその褒め方がさ、ね、それとあなたが言ったように、どうしても言いにくい言葉を進言しようときのポイントっていうのはね、すぐあのあーってじゃなくてね、やっぱその辺大事と思う。うん。言いにくい話を進言してくれてるんだっていうことに、だけどそういう意味で鈍感じゃいかんよね、そういうことに関してね。それは思うよ。うん。それはあなたの口調しさはわかる。うん。それは感じてほしかったなって、あの、砂岡も思いをしたやろうね。だって普通やったら言わんで済ました方が楽だから。うん。自分は一味じゃないけど、ね。だけど、あ、あのね、あの人も同じこと、あの、彼も同じこと言ったよ。そのスカイプで例えばそういうとこ映すの。いや、僕は嫌ですって。そんな、疑われてる。で、あなたと同じ意見、感覚、感覚色持っとった。私、それが普通と思う。うん。私もせんよって。あの、そんなことで、そんなことでウェブカメラを利用、使うことはないって。でも、コシさんは、映してもらっとった方がいいって言うわけよ。逆に言えば、自分は何もしてないから。でもさ、私は、まあまあ、それは考え方ですとそれぞれだ。ね。でもやっぱり、うん、私は写さんでいい人たちを集めるっていうことがまず大事だろうね。と思うんじゃけど。ね。OK。あの、傾向牛語。傾向となるも牛語となる中に。大きいとこに入りきらんかった人がさ、負け惜しみで言う言葉じゃいかんじゃん。ああ、うん、だから急がば回れと同じ。あと、置かれた場所で咲きなさいっていう言葉がやっぱいいなと思うね。たらればじゃなくて、こうだったらこう、あの、だけど、もっといい材料があったら、もっといい料理が作れるのにとかさ、もっとこうだったらもっとこうなのにみたいなのなんかほら、if で話すときあるやない。じゃなくて、今あるあの材料、今ある条件を最大に生かすってことよ。うん。私はそういう発想が好きだなと思うね。でもよかった。あの、昨日はちょっと私、ご飯食べながら逆にこう下向いてたのけ。えらいご飯食べながら下向いとうねって松本さんから言われてさ、うん、やっぱいい気持ちはせんよって言ってからさ、うん、でもね、あの、同志社大学の創立者、新島丈さん、この人はね、どうしてもみんなに伝わらんとき、自責の無知って、自分の、 あの手がもう、ま、真っ赤に血であの染まるほど、自分の手を、あの、無知で叩き続けちゃった。みんなを止めるまで。みんなに伝わらないのは自分のが伝え方が悪いって言ってたね。で、そういうような、あの、立派なエピソードを持っとした新島丈さんやけど、その新島八重さん、奥さんが、あの、ほら、今、八重の桜で、あの、大河ドラマの主人公、ね。なんでいきなり鉄砲とか持っとしたとかなと思ったら、その、あれやもん。そういうところのお家の娘さんやったじゃんね。だから、ああ、なるほどなと思って。そろそろ、あの、新島くんも、あのね、いい年だから、あの、いい、あの、だから、嫁さんでももらわないか、どんな人がいいんだって聞いたら、右を向いてたら、一日中でも右を向いてるようなタイプじゃ困りますと。ね、自分の考えをしっかり持ってる、あの、女性でないと困りますと。それで、八重さんが、あの、要するに、お見合いの相手になるっちゃけど、まあ、すぐ意気投合しちゃって、結婚しちゃってけどね。やっぱ、新しく大学でも作ろうかってしようわけ。まあ、いろいろけんけんがくがく仕事から帰ってきたら、新島丈さんがこうして、下向いとんしゃっちゃん。たら、八重さんは、こう、家庭にそういうこう、憂いなものをこう持ち込むことは、その、やっぱりその、いいことじゃないことをね、あの、悟らせるような、いい領書を、あの、あなたよかったらこれ、あの、読んでごらんなさいよ、みたいな感じで、私にしちゃった。うん。
もうあのがんご主人を前向きにさせるあの本とかをパーッと出してきちゃったらしいだよね。はい、だけあのあこんな奥さんならないかなと思ったね。やっぱあんなエピソードは見よったらね。でもね、あの八重っていう名前やけど、その同社のその新しく作った時のメンバーからは、学生からとかもメンバーからも、ヌエって呼ばれるシャトって。ヌエってね、あの、カタカナで引いたらあの出てくるよ。化け物なんよ。化け物、化け物。うん。得体の知れない生き物。うん。っていう、あの、納得しちゃったけど。でも最後、新島嬢さんとか亡くなったりとかなんかとか死んじゃった時はもう、あの、全然、理解してもらえんしちゃったけどね。うん。だけん、あの、普通っていうか、女性、日本女性はこうあるべきみたいな、あの、物差しで見られる人からすれば、ヌエさん、あの、ヌエさん、うん、八重さんじゃなくて、ヌエさんっていう。あの、ハンサムウーマンさん。あの、日本赤十字のああいうね、動きとかも死んじゃって。で、最後はね、たまたま後から知ったと。裏千家のお茶の先生、しおんしゃっちゃん、最後は。うん。で、結局、同志社大学って、まあ、キリスト教の学校やね。で、それの奥さんである彼女が、お寺に教えを習いに行く。もしくはそのお茶を習う。どういうことかということでさ、新聞沙汰にもなったとよ。そしたら彼女がこんな言っちゃう。あの、キリスト教も大事にしながらね、仏教の教えをこうってね、何も間違ってないって言っちゃった。うん。ほら、あの、ほら、仙台和尚と同じこと言っちゃっちゃう。賢いよね。キリスト教ってキリスト教だけをしか信仰しちゃいけないとか、そんなことじゃないって。うん。一つのことを大事にしながら、いろんな方から教えをね、あの、こうとかいうのは間違ってることじゃありませんっていうことを、あの、ちゃんと理を整然と、コメント返しておっしゃった。で、こういう人、こういうね、ちゃんとあの自分の考えを持って、はっきりものが言えるあの女性でないと困りますって、あの結構自分の相手はね。っていうのが、だからまあ、ベストカップルよね。早く亡くなりちゃうよ、残念ながらね。新島嬢さんはね。最後だけもう一生懸命看病も新車、うん。それをきっかけに、あのそういう、赤十字のこととか、こういうことにもっと、あの、ぼっとしていきんしゃったけどね。いや、それで、何が言いたかったかというと、昨日の私は、なんか、仕事を引きずってる新島嬢さんみたいな。で、結局、何の話で、自分が吹き出たかというと、下町のね、話が書いてあったじゃん。お母さんからね、今日はお客さん見えるから、おまんじゅうを30個買っておいでって言われて、行ったら、あ、ちょうどよかったなって、ちょうどもうこの30個しかない、あのちょうどこれっきりなんだって、たら、あ、間違った、18個だったって、その、こう、起点聞かせるって。で、うちに帰って、お母さんに、あの、20個じゃなくて、その、あ、初め30個って言ったっけ、私。あ、20個買っておいで、20個買っておいでって言われて、今日もうこれきり20個しかないって、ね、言われたら、あ、間違った、18個だったって、18個だったって。そしたらほら、あと2つ誰かのために残しようわけよ。うん、っていうのがね、これが、あの、で、お母さんが、あの、帰ってきて息子がすると、あ、あんたいいことしたねっていうお母さんだ。うん。ということで、あの、これがその、下町に昔から脈々と流れてる大人にも子供にももうある、あの、息の、こうね、あの発想らしいけど、あ、こんな話いいねって思って、ふーっと楽になって、はーって出てましたけど。で、ほんと気がついたら、6時半やったっちゃう。だけもうそれから寝らんかったっちゃったし。でけん、掃除したんよ。ここ、あれほら、あれ、あいつで、べーって言って。そうそう。で、それで、もう、もうあと 2時間もすれば、柴崎君が来るけん、もうセキュリティ入れんめえと思った。で、パッと見たらさ、はい、9時、ちょうど9時半過ぎぐらいに電話かかってきて、あ、なんかやなと思って。まあ、そうか。帰って入れとった方がよかった。まあ、大変やったね、これ。あの、ちょうどあの、氷の方行った時、あの、販売の方行った時に、うん、
ピー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 なってですね。そんなで、あの、大きくないですね、音。ああ、はい、耳が痛くなるようなね、音じゃないですね、はい。あ、じゃあ一応とりあえず、はい、あの、なんかだからあの、セキュリティはか、あの、ちゃんとこう、生きてるっていうことの、あの、検査にはなったね、今日、ね。それと、あと、その、そういう時の対応もわかりましたから。ああ、電話かかってくろ？はい、かかってます。まあ、いい訓練、いい訓練だったね。そうです。で、まあ一応、何かあった時はあれ、あれは。あ、あのボタン。ですです。これ、一個ですかね。あ、ね、もう一つは、あっちの、あの、リビングの方にあるけん。あれやったら持ってきとっていっちゃうけどね。あそこにちょっとある意味はないっちゃ、実は。うん。だっけ、店に入ったら、あっちをこっち側に持ってきておくとか、なんか、うん。ちょっとあれね、ほんとはね。いっぺんそれ、あの、今から押しますとか言ってから、いっぺん押してみるとかもした方がいいかもしれんね。ああ。いっぺん訓練で。たまに、あの、点検来ませんか？来ます、来ます、来ます。来るのは来る。で、一応、あの、ガーッとか音が鳴ったりはし、あ、あのね、あれが鳴ったらね、外で、黄色いサイレンが回りよっけん。回りよっけん。2階のベランダのところ。だけど、つまり、もし、車とかで来て、あのサイレンが鳴りようとやったら、もうあんまり近づかん方がいいってことだよ。変に。うん。でも、それか、まあ、ちょっと様子を見、まあまあ、そのね、あの、とにかくね、その時に、でもさ、なんかこう、一応、防災訓練じゃないけど、やっぱ下がいいよね。そうですね。ね、やっぱり。こんな時はこうとか、あんな時はこうとか。ね、だって立ち尽くすもんね、だって分からんけん。はい。あの、あとはその基本的な、その、この店だったら、あの、どこから逃げるとか、あと、その、あとほら、変にお客さんがおったときよ。ああ。それがあれと思っちゃうね、私。お客さん関係ないじゃないですか。本当？本当？お客さん。でもたまたまそこにお客さんがおるときは、関係ないことないやろ。そこにお客さんがおっしゃるときよ、はい、でもお客さんがおるってか強盗は来ない多分本当わざわざそういうときには、ねね、強盗には会ったことないじゃんまだ強盗はないですうん私もないじゃん実は通報される可能性のが高いじゃないですかお客さんそうそうそう例えばまあそっちに行ったとしてそうね手薄な時を狙ってくるはずだ。そうやろ？いやだけどさ、ケイさんとかさ、もう本当毎日のように私チェックしに来てくれって言おうとあっちゃう。だからここほら、誰かが座っとってくれたらさ、うん、あれなるやない、はい。ありがとうございます。今日、だけあの、なるべく長い時間いましたとかって言ってくれるし、ありがとうございますとか言いながらさ。いやもう大歓迎ですから。そうなんだね。何だこれ。よく一人でしてましたね。ゲイさんからもだいぶ怒られたもんですよ。そう、いや、だから言われたと、ずっと一人でとかしたらいかんって言われたからさ。そうよね。教育的指導を受けてました、そういう意味で。さあ、あたらいくら普通そこら辺に転がっとだあの男の人でも異性がいたら分かっとうわってね。あのでも、とりあえずね、まあ、あんま変な人は気をらんちゃうね。いないですね。おらんやろここすごかろ、すごいです。有料店です。やろ、はい、まああの客は店主に似るっていう言葉があるけまあちょっと私の人徳かなそんなことないけどもうあの頭痛くなれる人誰もらんめ、ね、ですね。寄せ付けないんでしょうね。そう私がね。っていうか、あのね、手名付けと、あの、私、猛獣使いって言って、猛獣使い。この前のあの、お皿買ったやつ。そう、猛獣使い。他じゃ保養者だけど、私の中で、ニャーって言うじゃん。いや、だけど、あれよ。一等母性愛にしとおけ。うん。こっちのご都合で言うじゃなくて、あの、なんか伝わるみたい。真剣なのが。で、あの、あれ、だから、一旗あげて、なんか、まとまったお金ができたら、花束持って、あの、プロポーズに来ますとか言うの、3名ぐらい言われる。なんか偉い。威勢のいい人やけど、なんかどうも、あっち側の筋の人は惚れちゃうみたい。あの、姉さんに、あの、うってつけないのね。この根性を持とうというのは。必要なのね。きっと。姉さんの必須科目かもしれない。
知らんけど、3名ぐらい言われて、3人ぐらい言われて。それでいきます。はい。